マネット、ありがとう。世間に見つかってる本当。いやでも嬉しいです、たくさんありがとうございます。皆さん SNS も見てくださって嬉しかったです。めっちゃ良かったよってみんな言ってくれて一安心というか、はい、やっほー。すごい、やっほー、いちずちゃん、山買ってよ、ありがとう、嬉しい。そう皆さんめっちゃゲットしてくださってて嬉しかった、ありがとうございます。あ、バラありがとう。最近凍ってるシリーズが流行ってますか山買ってよ、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。あ、バラありがとう、みなずになった、ありがとう、ありがとう、バラ、山がゲットしたでいいね、ありがとう、やで、いえいえ、ありがとう。あの紙面載せて、紙面というかみんな表紙でね、わざわざゲットしたよって言ってくれてありがとう、ハート、ありがとう。さっきコンビニで立ち読みしてきました、ゲットしてくださいぜひそう、今日あの書店に行ったんですよ。書店に行ったらあのこうヤンマゴ読んでる人がいて、でしっかりアンズのページもね読んでくださってるのを見て、たまたま嬉しい、嬉しかったアンズのページ見てくれてると思って嬉しかったです、めっちゃそれを後ろから見るっていう、ちょっと離れたとこから見てるっていうありがとう、レインボースター、ハートもありがとう。好きなこと、好きな漫画が見開きで並ぶ日が来るとは、おわ、嬉しい。うん、ヤンマが4冊購入して、ありがとう、ハートありがとう、バラありがとう、タコもありがとう。今日ほど大興奮スペシャルな日はないみんなありがとうございます、嬉しい。4店舗ぐらい回ったけど山がなかった、マジ。確かにコンビニはないとこが多いかもしれない。山が朝は買えなかったけど10分ほど前にやっと買えただよ、嬉しい、ありがとう、バラありがとう。凍ってないバラもあるんだ、ありがとう、ハート。田舎なので2日3日遅れて届きます、それまでオフショット見ながら待ってるわ、ありがとう、ハートありがとう、アイスありがとう。だから今日がデビュー日です私にとって、はい、ありがとう、レインボースター、ハートもありがとう、バラありがとう、ハートもありがとう。ありがとうね、バラ、私たくさん、ハートもありがとう、タコありがとう。いや、大山が電子本紙電子版それぞれ購入して、ありがとう、すごい、ありがとうね、ありがとう。なぜか山がうちにある、ありがとうね、嬉しいよ。あと6時に起きて山が買ってきました、すごすごすご、ありがとう、ハート、早朝からありがとうございます、ありがとう、バラ、ハート、ジーもありがとう。あと山が可愛かったよ、可愛かった、ありがとうございますぜひあの次につなげたいので皆さんアンケートやなどよろしくお願いします、お願いします。レインボースターありがとう、ハートもありがとう。会社帰りに買ってきました、最後の一冊でした、あ、マジ、ハートありがとう、タコちゃんもありがとう、ハートも、バラもありがとう。見た、見てくれたの、ありがとう。未公開ショットめっちゃいっぱい上がってたじゃないですか、見ました。そう、ちょっとあの自分でもすごい刺激的な何だろう、自分でもおーおーおーってなるぐらいのカットが多くてですね、はい、すごかったので皆さんぜひ、はい、見てください、ありがとう、ハート。
こんな風に映ってたんだなって思いました。自分でもすごく驚きました。はい、朝6時起きて娘と2人でコンビニ行ってます。ゲット、すごい嬉しい、ありがとうバラありがとう。あと SKE の入り口になる日が来たね。慣れてるのかな、慣れてるとしたらいいんですけども、これからも SKE もっと広めていきたいですし、一人でも気になって劇場とかコンサートに来てくださったらいいなって思ってるし、シングルとかもね、こう気になって曲聴いてみようかなって思ってくださったらいいなって思うんですけど、なので次につなげていけるように頑張ります。ありがとう、シャボン玉ありがとうお家の近くの本屋さんで買えてよかった。おーよかった、めっちゃ可愛かった。いや、ありがとう、バラありがとう。そう、綺麗に撮ってくださって、やっぱりプロはすごいですね。グラビアめっちゃ良かった。ありがとう、嬉しい、シャボン玉ありがとうございます。その表情にドキッとした。お、嬉しいな、ありがとう。待ってたくないわ、ありがとう、ハートありがとう。ちょっと遅れちゃった今日、ごめんね。星のグラビア見るのってこんな気持ちだったなって思い出しました思い出したか、ありがとう、バラもありがとうございます。山間がリポストするの早すぎるの可愛すぎる。待ってめっちゃ 見られてるわ。そう、山間がさんから通知が来る前にもう先に先回りしていいねしたりしてて、 それぐらい常にチェックしてましたよ今日私。ありがとう、シャボン玉ゲットするのに苦労しました。どこも行けない。そうなったの、ありがとう、みんないいね、ありがとう、無事にゲットできました、ありがとう、バラにタコありがとう、惚れ直してくれた、嬉しい。そう、マヤさんが声かけてくださって、表紙の人だって言われました嬉しかった。他にもね、めっちゃ先輩方もいいねしてくださったりとかしてくださってめっちゃ嬉しかった。早起きしすぎて4時頃コンビニ行った、まだ売ってなかった。4時、ありがとう、タコ3冊買いました。3店舗買ったら、買った、帰ったら耳屋さん、帰ったら見てください。ありがとう、ハート暑すぎるので凍らせてみました。なるほどね、ありがとう、サイリン。そう、出口さんにも、はい、来ました。はい、ついに私もこの番が来たんだなと思いましたね。嬉しかった、めっちゃ、ありがとう、ハート、ありがとうね、だるまもハートありがとう。何十年ぶりにね、山かかった、お嬉しいだ。ピカのいいねって珍しい気がしたのでびっくりでした。そうだね、ありがとう、ハート。なんでみんな逃げてって言うの、ありがとう、ハート。映画見ようとするたびにここ心臓飛び出して逃げ去る。ええありがとうだ、バラ、ハートもありがとう。ありがとう、バラめっちゃ凍ってる。ありがとう。言わないよ、もう存在感消してたよ、めっちゃタコありがとう、バラもありがとう、ヤマク初めて買ったかもしれん、嬉しいね、ありがとう。ありがとうね、バラ、あんなページ私かもしれないよ、自分だったかもしれないですよ。かわいい、ありがとう。いや、何倍になってんだ、そうなんだ。アンケートありがとう、嬉しい、みんなありがとう、ハートもありがとうね。後ろかわってビビらせればよかったやん絶対あんたのこと知らない人だった、知らない人、知らなさそうだったけどちゃんと見てくださってたから、
嬉しいなと思いましたね。ありがとうハート。まだ4冊しか手に入ってない。いやすごいよ本当に。ありがとうハート、ありがとう。むしろチャンスですね。ピンチじゃないです全然ピンチじゃないです。私にとってはめっちゃ嬉しい出来事。ありがとう。東京お昼公演8列目だった。でもどせだから気づいてもらえるように一生懸命応援するの。やった、楽しみ。あともうちょっとだね羽田。楽しみくん、ありがとう。バラ、そうちょうど真ん中のページでびっくりした。そうコンビニは入荷少ないし撮ってないところもあったりすると思う。横になってる写真好き、ありがとう。いやなかなか攻めてるとは思います、自分でも。はい、新しい自分を引き出してくださったので、ありがとうハート。写真もいいけど文面もいい、わかる。すごいすごいこと書いてあったよねすごいこと書いてあって嬉しかったし、まあ、本当に大切にしようって思いました。なんかもっと次につなげていけるにも頑張りたいですし、何だろう、このチャンスをものにできるようにという気持ちです。ありがとうハート、ありがとうシャボン玉、ハートもありがとう。あ、もぼめ始めました、ありがとうございます。昨日発送されてなくて焦ったけど無事に届いてました。あ、よかった。確かにまたねカーテンだねなんつねありがとうハート、シャボン玉ありがとう。そうですね、確かにフォロワーさんすごく増えてると思います。ありがとう、びっくりよ本当に事前にコンビニの店員に入会時間を確認して購入します。すごいすごいね、ありがとうハート。あ、コーテルクマちゃんありがとう。アキスンさんに見つかってしまった、嬉しい来ました、私の番がはい、フォローもしてくださって、はい、嬉しかったのですぐ返しました。プレゼントチェキ、あ、そうチェキも皆さんぜひ、はい、初グラビアチェキぜひゲットしてください、勝ち取ってください。もしあの未公開ショットじゃない写真が載ってるんだよね。そうそうそう、ありがとうハート。アンケート書くまでがお仕事、あ、よろしくお願いします、ハートありがとう。バラもありがとうね、俺にサイン外れたから山多めに買うよ。え、ありがとう、バラありがとう、すごかった、ありがとう。また感想つく伝えるね、ありがとう。アンケート今書いてるところ、お、今ありがとう。2冊購入させていただきました、ありがとうございます、バラありがとう。なんかさ普通にさ漫画とか読んでたらさ、なんか結構続き気になっちゃうよね。そう続き気になっちゃって逆にね、逆にヤンマガのファンユーザーになるかもしれない、そういうのもあるからね。もう少し購入して会社の人に見せます、よろしく。アンケートに大根スペシャルって書いてしまいました、いいね、いいよ、ありがとうハートありがとう、バラありがとう。飾らない自然な感じがした、確かにそうだね、ありがとうハート。バラもありがとう、ラブレターありがとう。まだめちゃめちゃオフショットあるよ、オフショットあるけどさ、でもみんなさなんか送りすぎてもじゃないとは思うんだけど、アンズはありがとうハート。ウェブのアザーショットも素晴らしかったです。え、ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。刺激的じゃない？どうだろう。しかも、今公開されてる世に結構出されてるカットってすごい多いじゃない、多いじゃないですか。衣装もありがたいことにたくさん着させていただいたので。
はい、鼻がかゆいでもまああのあんまりねいろんなとこで使っていい写真ではなかったりするので、そちらはね取り扱いに気をつけていただきたいんですけど、でも見てくださってありがとうございます。頭からレースかかってるショットの表示が変わった。あーあれか、ありがとう、だるまありがとう、未公開ショット見たやつものアジアンとは違って嬉しかった。そう違ったね、ちょっとね、どのショットがお好み、わかんないだけど、水着だったら、衣装だったらあのピンクのやつとあの白のやつが好きです。はい、おちょっと待って、なんかさ今すごい飛んできた気がする。あっ、やっぱそうだ、ともちん凍ってるくまちゃんタワーありがとう、ありがとうね、タワーまで凍っちゃってるありがとうくま、ありがとう、この前に引き続き、ありがとう、嬉しいです、ありがとう、すごい夏だからってこと、氷の季節みたいな。山形の漫画見たよ、見た見た、面白かった。わかんないけどね、それ続きだからさ、何が何かわかんないけど、またどこまで読んだ、ありがとうハート、サリもありがとう、バラありがとう、何事もトップを目指します、それですね。はい、いろいろ待って、最後の一冊変えて嬉しい、およかった、ありがとう、りなちゃん見ても大丈夫、りんのすごい褒めてくれた、嬉しかった。今回のグラビアきっかけにいろんな人に知られて、いろんな雑誌でグラビアやってさらに見つかってほしい、ありがとう、そんなことを思ってくれて。ヤングマガジンを数年ぶりに買ってしまった、ありがとう、ハートありがとう、バラなどありがとうございます。ニュースネットニュースのリポスト早く、超早いでしょそう、表紙のインパクトでかすぎてお会計するときにお姉さんちょっと気まずかったのかだけない、ありがとう、そんな気まずさもなんだろう乗り越えてゲットしてくれてありがとうありがとうハート。カーテンと写ってる写真見て、こんなん大人ニューエイジャーじゃん確かに大人ニューエイジャーだね、ありがとうハート。初めて会った時見た人に実際に見たらもっと可愛いと伝えたい、嬉しい、ありがとうハート、好きになっちゃうやないかい、なってよ、ありがとうハート。アンビカの山がデビュー、前の山が購入デビューが一緒、素晴らしい。SNS の数字も大事だと思うから、たくさんいいねリポストするね、ありがとう、皆さんお願いします。確かに黄色のやつは結構もうスタッフさんの方みんなこれでいこうみたいな感じで、朝早めに買いに行ってよかった、素敵でした、ありがとう、嬉しい。用意された衣装、水着の種類にヤンマガさんの本気を感じました。いや本当にもう思った以上にたくさん着させていただいて、いろんな撮影をしてさせていただいて、なんぞのめっちゃお気に入りの写真があるから、そのちょっと皆さんに送りたいと思うんですけど、まあ、いつかね近々送ろうと思うんですけど、それめっちゃヤンマガって感じがして好きで、ありがとうハト。でも本誌には採用されてなかったんですけど、あのオフショットとして持ってるんで、ありがとうハート。レインボースターありがとう。変な意味じゃなくてハットした。ハットしたくん。ハットしたくん。ありがとうハート。あ、触られるってこと？
全然全然深夜コンビニ買いに行って店員さんと一緒にクレープ見てどういうこと？え？店員さんと一緒に見てたらどういう状況それ。そうそうそう、前はあのミッドナイトやった時は自分のアカウントじゃなかったから返信できなかったんですけど、でもあの今回は私のアカウントだからあの返せるんですよ。はい、嬉しかった。結婚してしようね。ハートありがとう、ありがとう。だるまもたくさんありがとうございます。羽田を発見してきました。いつずちゃんシェアスーの席っぽくて楽しみです。え、すごいじゃん。神手、オッケー。めっちゃ可愛い。ありがとう。バラもありがとう。タコちゃん乗ってるクマちゃんもありがとう。サイリもありがとう。まだ最後まで可愛かった。ありがとう。ありがとう、バラ。タコもありがとう。レインボースターありがとう。だるまもありがとう。セブンイレブン一軒寄ってみたがなかった。マジ、ね、コンビニは取り寄せてないところもあるみたいなので、配信終わった後に本屋さんに行って買ってくる。え、嬉しい、ありがとう。あとそうだね、ナチュラルメイクだね。紙面のあんずはちなみに今日もです。ゴールデンガールやばい本当にありがとう。シャボン玉横になったようなしっかり見落として首曲げたポキってなりましたあれ結構曲げないと無理だもんね。大丈夫だった、ありがとう。ハートそのドゥちゃんチョックしてきなかったので、ちなみにちなみに拝見してるんだ。ありがとうございます。タコありがとう。ゴールデンガールってどういう意味なんだろう。すごい嬉しかった、書いてあること全部嬉しくて、ありがとう。ハート未来きっと彼女の手の中に。やばいよねそれ、それもうティーンズユニットのじゃんと思って。そうそう、試して守り始めるとポスト何個か見て洗った。嬉しかった、めっちゃありがとうございますって感じで、ありがとう。ハートハートありがとう。ワンピースのオフショーもあるよ今。コンビニでヤンマが立ち読みしてきてありがとうございます。見てくれたの、ハートありがとう。アズニャの人気がどんどん増えてくるし、いやいや、みんなのおかげありがとう。ハートありがとう。明日仕事、昨日仕事終わりに探してたらまだどこにも行ってなかったから起きてから探しに行ってゲットしたキタくん、すごいありがとう。ハートありがとう。アキさんリプしてたの全然気づかんかったけどしっかりチェックしてたの、そう嬉しかった。コンビニで買えなかった皆さん、電子版なら即ダウンロード可能です。だってこれダウンロードだよね羽田昼一回休列した。お、吐く。チェキもぜひ、チェキを5つも用意してくれて山川さん太っ腹ね。5つもある。アンケートたくさん書くには多そうだから相当チキの倍率高そうかな。嬉しいことすぎるよね。こっちは明日発売だから明日を楽しみにしてる、ありがとう。そうなんだね、現場買いすぎて漫画読むの忘れてた嬉しいことだ。コンビニで買うとき2冊だけだったの、中の人に買ってもらえない1冊で我慢しました。え、素晴らしい配慮だ。
ありがとうみんな。ハートありがとう。毎週出てくださいんですか？毎週出て。インスタにたくさん感想送ったけど見れてるかな。待って見たよ。ありがとう。あ、凍ってるクマちゃん。ありがとう。ありがとうハート。裁判のお姉さんとハザードグラミーしか見てない。しっかり全部目を通していただき、目を通させていただきましたよ。わかんないけどね、話の流れが何も。ありがとうハート。ハートありがとう。はがき職人に俺はなる。素晴らしい。シャボン玉ありがとう。あ、じゃあ山が勝ったっす。ありがとうっす。嬉しいっす。抽選当たったけど、サインも、チェキも、グラビアチェキください。みんな当たりますように。たくさん送ってほしい。本当？わかった。困ることない。本当？なんかしつこいって思われたくない。そう思われたくないから。そうだよね。さきさんに聞いてみ、分かった、そういうことね。みんなの気持ちを受け取りました。ウェブ版超えるオフショット、いや自分はもう結構こう超えてるというか、もう結構うん、なんか使われてない画角だったりとかそういうのはあって見せたいんだけど、そう、せっかくだからね。ありがとうハート。わかんない、今日来るかはわかんないですけれども、はい、気長に待っていてください。近々送るので。結婚して、ひよね。私はグラビア確かに取り扱い注意です。そうでしょう。ありがとうバラ。サイリウムありがとう。あのページ数であの水着の数はすごい。いやすごいと思う本当に。お前でお待ってみます。オッケー。ポートタワーが立ったわ。イエーイ。ピンクだと思うよあれ。今度アンダちゃんに会いに行くかな。会いに来て待ってるよ。花の白さの秘訣は家から出ない。マジでこれです。でもほぼお仕事で外出るんですけど、でももうそういう時は絶対に日焼け止め塗るのめんどくさいので、私は日傘をさして、で外出るときは長ズボンを履きます。もう紫外線直射日光は浴びないように、あんまりすぐ焼けちゃうタイプだから結構気を使ってますね。日焼け止めはあんま塗りません。さきさんが同行した安心感はやはり大きかったですけど、いや大きすぎる、本当に本当に本当に。赤白チェックのワンピース可愛かったと思った。可愛いよねあれ。大人っぽいよね。ね。ヤンマが買ってきたぞ。ありがとう。ヤンマちゃんめっちゃ可愛い。ありがとう。昇格前にグラビア決まってた。昇格前ではないかな。そう。うん。すごい嬉しかった、びっくりした。嬉しかったというよりもってなりました。すごすぎないってなったから、結構本当にやばいってなってたけど、なんか無事こうやって皆さんね、たくさんの方が
見てくださって嬉しいです。ありがとう。ハートバラありがとう。ね、トレンド入りしてたよってめっちゃみんなが言ってくれて嬉しい。何すごい、すごくない？なんとか勇気を出して挑戦してくれた初グラビア記念日のお祝いタワーを受けて、ありがとう。またまたありがとう。本当に受け取りました。ありがたく。ハートありがとう。ありがとう。サイリウムハートもありがとう。漫画見てないですありがとう。サイリウム同棲ですが、あざとグラビアに夢中ですね。嬉しい。めちゃくちゃありがとうございます嬉しいね。あざとグラビアまたぜひお待ちしてます。本当？そんなこと言ってくれるの？ありがとう。バラもありがとう。ニャンズじゃない音ともが嫌に漫画買ってて嬉しいくんでした。そう、本当にそう。いろんな方、好きなファンの方もそうだし、好きなファンじゃない方もゲットしてくれたりとかして嬉しいね。本当にありがとう。ハートありがとう。今度グラビアする機会やったら猫と猫とグラビア、新しい。ありがとう。ハートサイリウムありがとうだからそのこうヤンマガで知ってくださった方とかいたりしたら、次はねアイドルのアンズを見てほしいですね。はい、いるかな、もしかしたらいるかもしれない。 SK48 劇場にぜひ遊びに来てください。いろんな公演ありますし、どれもすごくいい公演ですし、今はサマーツアーもやっていまして、 SK48 は、はい、私たちも今度羽田に行かせていただくんですけれども、今月28日に行かせていただくんですけれども、当日券などまだありますので、ぜひチーム S にも会いに来てください。ハートありがとう。想像以上にすごくて大興奮スペシャルやったありがとう。サイリもありがとう。期待賞全部載ってたと思う。うん、山賀様ですと、もうさきぽん、さきさんも本気出してくれて本当に本当に本当にありがたくて嬉しくて、だからこそね皆さんにも見てもらいたいですね。結婚してしようね。そう、チェックのワンピース可愛かったよね。なんじゃの良さを引き出してくれたなって嬉しかった。本当ありがとう。ハート今からメール取っても間に合いますか？間に合うと思いますグラビアだけでなくパフォーマンスも素晴らしいのを知ってほしいくんです。お、嬉しい。それは見てもらいたいですね、アイドルしてる私次劇場に立つのは25日の制服の目です。はい、久しぶりだな制服の目。ありがとう。ハート一人であれだけのページ乗るのはすごいこと。それな、本当に ありがとう。ハート席大丈夫だよ。ありがとう。ハート水メイクも可愛い。ありがとう。ちょっと喋りすぎるとなっちゃうんだよね。そう。そうね。一日一通みたいなペースで。そう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 、ちょうど時期です。止まってるとこだからピッて開いたらピッて出てくるよね。おー、それがすごい。ポージングよかった、やった
咳多いけど大丈夫かい。大丈夫です、ただの後遺症です。ありがとうハート。今北海道やんけどこっちも今日打てた。おお、そうなんだ。結婚してしようね。ハートありがとう。バラもありがとう。山が可愛かった、素敵な笑顔でした、ありがとう、嬉しいね。サイリウムもありがとう。アンケートもぜひ。ありがとうね、ありがとうハート。今日のメイクグラビアの時に近いなと思った、可愛い、ありがとう。遠く横浜でたくさん見つけたよ、さすが山形。そうなんだ、みゆさんも、え、みゆさんも本当に。でもみゆさんも楽しみって言ってくださったんですよね、この前の公演で。嬉しいと思って、そう、金色に輝いちゃってる。マジそういうことかな。え、本当に本当にみゆさんも嬉しい、ありがとうございます。恥ずかしいけど嬉しい。ハートありがとう、音符ありがとう。東海のニュースターじっくり見てしまいました。恥ずかしい、ありがとう。そう、めっちゃかっこいいこと書いてあった、ありがとうハート。やばい、喋りすぎるとマジ咳出るんだ。ありがとうバラ、ハートもありがとう。チェキとアンケートは別だから2枚書かないとね、お願いします。アンズタのページしか見れてみません。そうなのね、ありがとうハート。サイリウムもありがとう。アンケート次別々にあるらしいですよ。そう、両方にアンドちゃんに お願いします。今回のオフショットの修理だけで写真集いけるんじゃない、すごい、それぐらいたくさん、ね、ありがとうハート。マガの粉次は表紙だね。そうですね、あの徐々にこう上げていけるように私も頑張ります。ありがとうハート。せっかくご縁があった漫画雑誌なのだから漫画もちゃんと読むあずちゃん一個。そう、すごい面白かったです。はい、配信終わったら即本屋さんに行ってくれない、ありがとう、嬉しい。バラありがとう、結婚してしようね。赤白ワンピース先生っぽくです。今日おにぎり逃げれそうな子それわかんないけど裏目の感想長文で引用リポストしちゃいました。あ、見るね、たくさんオフショットでアピールしてください。そうだね、今日とともがあざとかいいねもらって前上がってました。よかったそれは。オフショットはあんたのタイムでいいで、ありがとう優しいくん。大放出スペシャルね、うちはオフショット以外でも何でもズームで届くと嬉しいです、ありがとう。もう目を取ってるので気長に待てる、ありがたさ。嬉しい、ずっと撮ってくれてる、昇格前じゃないよ撮影は。そう、今朝のもめのオフショットありがとう、いいえいいえ見てくれてありがとう、ちょっとメール取ってみる、ぜひ、ありがとう。あ、そうだ、今日なんと本屋さんに行ったらですねなんと本屋さんに行ったらなんかいるなと思って見たら猫猫いました。あれあれなんか見たことあるなみたいな、えと思ってめっちゃ二度見しちゃって、えもう猫猫やんこれ
どっかにいない？いるよね、猫猫。ちょ、いやでもこれちょっとあんま似てない。正探偵の猫猫が一番似てんのよ。ちょっと今ないんだけどさ、正探偵が近くに。え、猫猫じゃないかと思って、出すね、こっから。いやいや、もういやいや、猫鼻とひげちょっと違うけど、正探偵の猫のことめっちゃ似てんねん。これはちょっと本気すぎてあれなんだけど、そうびっくりしちゃって、えと思って、かぶれるんかなあんぞこれ。こんな風になっちゃうけど合ってるこれ。やばいやばいやばい、ボッサボサになったって。やばくないこれ、びっくりしたんだけど本当に。 ありがとう。やべ、何も聞こえなくなった。ミラボありがとう。ちょ待って、ちょっとあまりにも猫猫すぎる。お似合い、ありがとう。似すぎ、普通に似すぎだよね、どう考えてもっていう理由で買いました。さすがに、さすがに似すぎじゃない？これがこう置いとってみ、めっちゃ似てるから。しかも紫でね。マメヒドカさん、持って帰るの忘れるって書いてない。でも今日は持って帰った、今日は2本持って帰った。めっちゃ似すぎてて、ちょっとすごい、ちょっとあの可愛く見えたので買いました。皆さんもあの書店で見かけたら可愛いのでね、まあ、まずはヤンマガをゲットしていただいて、欲しい日傘買ったらめちゃくちゃ良くて手放せなくなりました。いいよね、めっちゃ、もっとみんな使うべきだと思う。では白さんに自信があるので自作で白さクラブに握手会行きます。え、よろしく。そんなあんまり自信ないけど、なんずはだんだん赤くなるタイプ。そうなんです、すぐ赤くなっちゃう。そう、さきさんとね写真撮るの忘れちゃって。あずちゃんが新しい動画を開けてしまった。とーても綺麗だったから惚れ直した。え、ありがとう、嬉しい。猫猫にしか見えん未公開のワンピースのシーン、めっちゃ可愛かったよ。嬉しい、やったん。チェキプレゼント、好きなグラビアアイドルの答えをオムランズにしていいのか迷う。いいんじゃないかな、いいと思います。え、そうだった、オファーは昇格の前だったってことか。じゃあありがとう、レインボースター。ナチュラルメイクなんちゃの儚さがエクスプロージュしてた。やったね、さきさんもすごいあの盛り上げようとか言ってくださったり、嬉しいコメントいっぱいだねって二人で喜んでました。ちょっと画面が曇ってる。ラビア決まってからめっちゃ頑張ったつもり、アンズはね。じゃあ頑張ったつもりだけど、まあまあまあ、まだほんと結構弱点じゃん、アンズなん弱点というか結構あれだから
そんないい方ではないじゃんスタイルが。だから頑張りはしました。もちろん初めてだしね、お仕事なので頑張ったんですけど、でまだ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 ですね、まあ、これからという。地方見に普段あまり会いに行けない分こういう時は頑張るね。ありがとう。つか写真集も出してほしい。そしたらみんな買ってくれる本当に見てくれる。それワンズの初グラビアの家族の反応が気になるく、いや家族はワンズぐらい喜んでくれてますね。なんかよいい写りでよかったねって言ってくれました。みんなアンケート日曜日までだから早めにくれるんだって。そうだね、日曜日までですので皆さん、ハートありがとう、バラもありがとう。羽田がますます楽しみに。おお嬉しい山口新規です、よろしくお願いします。そういう方もいるかもしれない最後のペン白い水着なんだ、特に同性の方もきっと綺麗だなと思ってくれるのでは。そうかな、それめっちゃ嬉しいけどね。山口新規だったら今度 SK 劇場に行ってみたいと思います。ぜひぜひ来てくださいね。その時はあの紫3本、私のサイリウムカラーが紫なんですけれども、サイリウムは紫3本なのでよろしくお願いします。花田育くんありがとう、楽しみだ、めっちゃハートありがとう。アイドルなんじゃん、一番 A からね。ほんとっすか、やったごみたいに急遽参加するツアー参加するようなニャンズ増えますよ。本当めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。そのあず25の声で会える幸せ楽しみだね、ありがとう。そう水着なんかいろんな候補があって、他にもまだいろいろ候補がこう選ばせていただいて、あの話し合ってそこの現場にいる方々と話し合って決めました。席めっちゃ後ろだけど博多が楽しすぎだから楽しみ、楽しみにしててね。チーム S 最強なので見ててください皆さん。ありがとうハート。前も変やん。今日実はノーセットだから。今日踊り倒してたから。そんなやれてないけど。ありがとうハート。ありがとう。山が買おうとしたら置いてなかったんだ。あマジ初見さんこんばんは、やっほー。今からあのちゃんのもめをお試しで撮った知り合いが朝から大根スペシャルって、それは良かったです、喜んでもらえたのなら。近所のコンビニ全然なくて、もっと入れようって心の中で思った。もっと入れようあもっと入れてよか、すごい監督みたいなこと言ってるんかと思った山が29歳でリアルタワーに作ったポストにするから後で見てね。うい見るよ、CBC もねもうすぐだ、ツアーの前日やんね。ありがとうバラ。きっかけは正直アンズも分かってなくて、どういう経緯だったのかも分からないんですよね。ありがとうバラ、ハートありがとう。ナチュラルメイクなんですよ、透明感すごすぎた、やった。配信中にアンケート3通書いてくん、すごい、いつの間に。ありがとうバラ。短パンも恥ずかしくないのに、恥ずかしいよ短パン、恥ずかしいよ山が褒めてるけど、俺的には実物なんかもっと綺麗で可愛いのにと思った。え、ありがたい言葉検証になるぐらい、検証にはならないぐらいにお願いします、本当気をつけて。
撮影緊張したかも。ちょっと初めてすぎて緊張してた。これがキャッチフレーズは東海のニュースター。やばい嬉しかった。でもそんなものをね、そんなフレーズもらえて。25の公演楽しみね、楽しみね。あの力になってるよ間違いなく。ミューヒンはセクシー担当ではないね、絶対に。絶対に違います。テンション担当です。ですね、紹介しく知ったばかりだと、だけど、もうチームメイト引っ張ってる感ある。いや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 、まだ、まだまだです。本当。でも嬉しい。もっと頑張ります。貢献できるように。初見さん、チラ、ありがとうございます。山田さん、買ってきたくんだよ。ありがとう。山が見たよ、ありがとう、見てくれて。ギノより結婚して多くなってる、マジ。え、マジね、猫猫じゃない。ありがとう、ハートありがとう、ミラボ。え、違う、これはさ、何、どっちが先え、これはどっちが先なのあんずかな、こっちかな。ちょっと発売日とかわかんないかなドライキャップです、ちなみに。だから今日つけとこっかな、今日つけとこっかな。ちょっとパッケージがあまりにも似すぎてて、もう前に送らないじゃん商品化でも分かるよ、めっちゃ単純な顔してるから、だって単純な顔してるからさ、まあそりゃいるよね。ありがとう、コパン、ありがとう。まだ白いのはコンプレックスなので、むしろ日焼けしたいから日傘差さない。いいよ、白いのはいいことだぜひ皆さんも。そう、さきさんが撮ってくださったオフショットがあるんですよ。あと、ありがとう。ウエスト周り綺麗だった。本当？ありがとう。でも最強に可愛いですね。ありがとう。スタイルは良くないと思いますけれども。みんながね、いいって言ってくれるから自信になります。ありがとう。もうこれ以上にしていけばいいだけだから、そう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 、これ以上のものを見せていけるように。黄色のやついいよね。ありがとう、ハート、ありがとう。みんな優しいんだね。これじゃしたら嘘ありがとう、みんな。フルーツのやつすごい。アミさん、グラビア見ると綺麗すぎて自分磨き頑張ろうって思えた。嬉しい、そんな気持ちにできたのなら誇らしげいや、ナスやめて、その何もわからない人にナス勧めたら本当にナス振るから実物の絵で着てしまうよりももっとすごく可愛いんでしょうね。いやいやぜひ会いに来てください。ありがとう、タコ。ありがとう、ありがとう。リノベーションのおさめ前のあんずちゃん最高よ、ありがとうリアルアンドは小さくて可愛いからクレーム新規の人は二度驚くかもね。本当、確かによう言われるのでよう言われます。ありがとう、シャボン玉ハートもありがとう。
どういう経緯かわからないけど絶対にさきさんが多分そう話してくださったんだなって思うので本当に恩返ししたいです。 CBC 夏祭りからの一緒に羽田移動するのは新しいけど楽しみ、頑張ろうねありがとうハート。東海のニュースターキャッチフレーズに入れるの超いいと思う、本当アンケートにグラミラ感想書く項目なかったけど勝手に書いておきました待って見たいな、それ読みたいな。ルーズコントローラーの短パン衣装の良さに気づいてしまった、あれいいよね。まず長ズボンも好き、うん。いや、きょうちゃんは生徒さん、生徒担当だからアンズがテンションです。ありがとうバラ、さきさんのグラビア見たことありますよ、バラありがとう。太ももだけはしなくていいか、いや太ももが痩せたいところじゃない、普通女の子は。どうだろう、分かんない、人それぞれだもんね好みはねさあいつも最強だよ、やったグラビア見たら本当に寝れなくなるなと思ってなかった本当なんか言ってたもんね、嬉しかったよ。憧れボディ本当？やった、食品サンプルねさきさんたまに見かける小顔でめっちゃ現役アイドル、わかる、本当に可愛い、オーラが違う。アンナさんグラビアデビューおめでとう、でもありがとう、見てくれたの？ありがとうバラ、ハートもありがとう。本当に決めきれなかった、全部好きすぎてよかった、それはハートありがとう。いや清楚担当だよ、きょうちゃんどう考えても清楚担当やろ。ありがとうバラ、ハートもありがとう。太ももしか見てないもん、いやいやいやそれはどう太もも太いが好きとか言ってみんなの推し面は細いやろきっとみんなの推し面は細いんだろうねどうなんだろうね、アイドル基本細いですから本当に。そうアイドル界の中で見たらそうちょっと基準バグっちゃうよね、わかる、基準バグってるよ多分うん、さきさんよりあんた背高かったっけ、いやさきさんよりちっちゃいと思うんだな、多分さきさんの方が背高かった。おたく帰宅、これかんちゃんのグラビア見る、ゆっくり見てくださいシニアに一人で騒いでたけど思い出以上の人にもっとこじらせて、あの人がもっとこじらせてたから冷静になった何にこじらせてたの、これからアンさんと呼ばせていただきます、どうもどうも、筋肉つけると全身痩せる、え、そうなの、そうなの、じゃあ何したらいいの、筋トレ、筋トレか筋トレか、そうだよね、やばい、もう待って今何分、待って今何分、やばいよね、喋りすぎたとは思ってる、ありがとうシャボン玉、あのさんと同い年なんだけど頑張ってるなって思ってみたらすごかった、エグかわいい、やった嬉しい、同い年なんだ、そうなんだ、そうなのね、嬉しい、そんな風に思ってもらえて、バラありがとう、42ありがとう教えてくれて、早いねほんと、ちょっと待って、なんか急に暑いんだけど、遅いでしょみんな、太もも大事って言ってる、ありがとうハート、
ありがとう、だるま。本当にそう。ありがとう。ナザズが一番。やった。みんなありがとう。そんなに言ってもらえるとは思わなかった。ありがとう。確かに筋肉がつくよね、踊ってたらね。ガニアンズの集まりのはず。みんなそう言ってくれるならオッケー。ケツのお見送りで帰るとき、アンズさんにありがとうって手振られたことあるんだけど、それ思い出して、お、だよ、あれだよ、ココミンとかだよね、うん、そうだよね、あ、やっぱそうだよね、ココミン推し。アンケートぜひお願いします。バラありがとう。やばい、時間が迫ってきてるから。エアコンやるのノールクなの好き。やばい、いつもそう。でこっちの顔あんまり見せたくないからさ、こうもうこうやってやるしかない。ありがとう。送りますからね、待ってます。知ってるよ。ありがとう、だるま。ハートもありがとう。もうお眠というわけではなく、私はメールを送るという、そういうあの義務があるので。はい、なので、はい、では壇上を読みます。13位はアサリン、ありがとう、ありがとうね。12位はパン、ありがとう、違う、パン派ありがとう。11位は M、 ありがとう。10位は山郷、ありがとう。なんか声変われちゃった。9位は花ぷん、ありがとう。8位は小判、ありがとう。7位はハイロー翼、ありがとう。6位は OP、 ありがとう。5位はナルタン、ありがとう。4位はリバータン、ありがとう。3位はしもしも、ありがとう。2位はこうちゃん、ありがとう。1位はともちん、ありがとう。くまちゃんタワーもありがとうございます。初見さんも来てくれてありがとうございます。そう、みんなみんなに送りたいので、私はじゃあ今日はここでスクショタイムするか、スクショタイムするか。はい、チーズ。ちょっと首持つのかわいそうだね。はい、チーズ。なんか気まずそう、この二人。この二人ちょっと似すぎて気まずそう。お、今コンビニゲットした、すごい。やった、嬉しい。ハートありがとう。山が持ってこればよかった。確かにお友達ができて嬉しい。 そっちだよね。で、またみんな会いましょう。おやすみ。遊びに来てくれてありがとう。また会おうね。おやすみ。